はい、皆さん、おこんばんにちは、ですわ。失礼します。さあ、それぐいけです。それでは、ファイナルファンタジー7リバース続きやっていくぜ。というわけで、今回は7期の試練をやる。いけそうかな？いけそうっすね。では、行こう。カビクソ。この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。のじゃ。俺が引くんかーい。七木から両親の話は聞いたかな？いや。オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦え、命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。瀬戸、当たり前だよ。ほうほう、そうなのか。本当は瀬戸が一番戦ってたんだよな。ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう、お主では七木の修行にならん。そうじゃのう。お主が適任じゃな。何？あ？なえって。お前遠慮がなくなったよな。ほほう、準備をしっかりな。はーい。なんだきっとバレットな。そう寝るか。これなんだよ。自販機じゃねえ。セーブポイントのマークだわ。でもいくか。よし、準備ができたら出発じゃ。出発じゃ。戻れるんかい。星とともにあらんことを。洞窟内は危険です。十分に。洞窟内は危険です。十分に。よし。ちゃんと見ててよ。おう、穴が開くほどな。ほうほうほう。じいちゃんもついてくん。谷底に封じられし者たち、その悲しみの渦巻きがある。おう、じいさん、片隅にどっか隠れる。ほうほう、言われてもそうするわよ。逃がさない。あらあら、この調子で行こう。これを見よ、ナナキ。お前ならば登れるはずじゃ。なるほど。壁だーし。すごいねこれ。よし。
壁だーし、ぴょん。気味が悪いね。四十と5年前のことじゃ。苛烈な戦いがここで繰り広げられた。まさか義足はこんなところまで入り込んでいたの？おおおお。義足。なんだそのギーなんとかってのはよ。この谷の者以外存在すら知らぬ一族じゃ。まあそう焦るでない。時期わかる。これが義足。ラスティンガー。よし、いける。おう、任せとけ。どうだ、楽させてもらうぜ。なるほど。かい、やろ。はぁ、まだまだ。はい、じゃあ、うわ、うん、はい、丸焼きだ。邪魔ね、邪魔にやがれ。はぁ、まだまだ。オラオラオラ。うぅ、オイラの番号。止めれ。はぁ、見てた、オイラの活躍。なるほど。おい、置いてく気かよ。へい、ねえ、ああ、どこまで行きやがった？どこまで行きやがった？はあ、次階段あるや。わお、なんやこれ。バルト重たいもんね。くそー、どうなってる。なやこれ、髪切るのか。なるほど。電気通ってんだよな。意味わかんねえんだよな。おい、置いてく気かよ。なんかないんすか。お、じゃあ行きますよ。ああ、どこまで行きやがった。どこも行ってねって、バレット。お宝あるよ。たく身軽でいいよな。
どこ行きゃええねん。やるぞーやるぜー、めんどい。セペシン追い詰めた。暴れよ、逃がさないよ。見たか、俺の力。俺だわ。セッ、え？いやあ、スイングアタック。一気に行こう。ダルダルダル。やったね。死んでんのか。彼らが義賊じゃ。大きいんだね。義賊。ほうほう。外見だけで物事の本質を捉えることはできぬ。が、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ。最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。うん、わかった。なんじゃ。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるであろう。あんね。いいな、正しき遺物を探す。ほうほう、それはただの骨じゃな。でしょうね。戦いの記憶、我らが目覚めの時は近い。近いの？貴族の矢か。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり石のように動かなくなってしまうという話じゃ。ああ、石か。マテリア？星をめぐる魂の記憶、知識、その結晶。一般的にはマテリアと呼ばれておるようじゃの。回復マテリアと。梱包か。おもちゃにちょうど良さそうじゃの。おもちゃや。おお、我らの亡きがら貴族の思い。は
おい、離せ。え、我らが苦しみ呼び覚ますのは誰だ。クライダーマルト、カウンターか。うわっ、そっちか。気合い入れてけ。いくぞ。うわー、見破れ。炎が弱点。あらよ。あらよ。あれ終わった。今のは義族の亡命じゃ。つまりそんなとこまで逃げてん。我々との戦いで滅びた後も憎悪が募り、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とて故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。我らの亡骸、石像を運べ。はーい。もっといっぱい持ってきゃよかったな。んだこいつ。邪魔だ邪魔だ。ミズフック野郎。邪魔だ。セフス逃がさない。ほれほれほれーす。バキスキか。なんだと。セフス見てた、オイラの活躍。これ運ばんといかん。だる。だる。これか。ここは祭壇。どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い見立てじゃのこの像、さっきの。すべてのことに意味はある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、七木。我らの亡骸、石像を運び、正しき祭壇に祀れ。七木。これは赤なのか。ビヨン。我らの恨み、封じるか。来るか、来んのか。終わり。終わり。始まりじゃよ。終わりの始まりだよ。我らの怒り封じるか。
光、あとはどこにあるってんだ。他のとこ行くか。へい。あ、どこまで行きやがった？ここまでだぜ。おい。何をかよ。うわ。ああ、下にある。ライフストリー。ここはなんだ？おう。これはなんと。やっぱり忘れもすらず我今こそ殺さん。へい、入って、やりやがったな、てめえ。緑って感じしなくないか。でもこれ、どっちかっていうとこっちの方が緑って感じよ。バテリアか。犬かき。あよ。どういう銅像で。我らの悲しみ封じるか。悲しい。数千年の昔、この谷の歴史は義族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃義族を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの義族がどうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう、お前の真実を探しに。この洞窟は義族と人の世との境界線。ここから義族に攻め込まれたら谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。しかしある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。戦士はたった一人この洞窟へとやってきた。案の定中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえじっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラは知ってるはずだよ。ほうほう、ここから先はより注意深くな。それは瀬戸だったってわけか。邪気邪気邪気。あら、やった。
うわ、何これ、アスレチックや。なんとまあ、こりゃあ。恐れは瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉をすべて閉めれば試験終了じゃ。どうしてかかるがよい。ジェノバや。あ、武器があるけど。ふざけんな。うわ、じゃあ、それだけかい？ここにあるわよ。あれはなんだ？うわー、くる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 。いて、つん。メルルクラースティンカー、てめえ何者だ。俺のそのままへばってな。楽させてもらう。聞いてんな。いけんだろ。おいおいおらおらおら。肉球カチコチ。狙うぜ。なやるわ。凍えちゃえ。どけどけ。よし。なやろこいつ。肉球カチコチ。この野郎。決める。ガラガラガラ。どうだ。ねえ、はっ、ここから出せるよ。えぐるくらえ。この調子で行こう。調子で行くクマ。スリットバズーカ、バレットか。どうやって開けんだこれ。さあ、ナナキ、どうする。どうしましょう。引っ張ればいい。賢くなったの、ナナキ。賢くなった。誰でも分かるわ。
よしよし。バレット新しい武器あったわ。よし。よろしくね。待ってました。はあ。そっちか。はい。はい。はあ。ああこんなもんよ。なんだ。一回下がるか。よーこのまま行こう。やれ。頑張って。ひときついか。寒い捉えた。星の果てまで吹っ飛びやれ。じゃあ。そっちか。ありったけをぶちかわせ。ありったけの力よし。パラよ。星の果てまで吹っ飛びやれ。はあ、やっとこんなもんだ。よし。これで開ける分ばっかじゃん。なあ、うん、これ、石化したもう。はい。
消えることはない。行くぞ。目的地はもうすぐ近づく。決めれ。もうまだまだ行くね。逃がさない。せっどうだ。仕留めれ。これが戦士の力だ。よし。おい、置いてくかよ。マテリア発見。さあ進むか。これか。あれ、また祭壇？これが最後か。ほうほう、似ているが違う。もっともっとずっと古くに作られたものじゃ。さっきの祭壇は義賊を封印するためのもの。この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで？義賊は敵なんだよね。ほほほ、善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するにすぎん。さあナナキ、お前の力で道を切り開くのじゃ。切り開くのじゃ。何難しくはねえのか。金かい。ガチャッ。
まあ別にか。ジャケー。悲しみもまた絶えず姿を変えていく。45年前、一人ここまでやってきた戦士はそのすべてを一身に引き受けたのじゃ。そうなのか。ボスだよー。で、来たー。なんじゃありゃー、ギリナタタク。呪い殺される前にやるぞ。呪い殺されるドレイン狙うぜ。ドアリー。あーつえやろう。ざけんな。はい。やめて。はい。いくぞ。はい。へっ。はい。へっ。へん。へん。へっ。へっ。へっ。はい。へん。へっ。ああ、むずい。へっ。へっ。俺の道場だ。あら。見てね。このまま行こう。食べれ。やってやら。はい。こちらだ。どけどけ。はい、だだだ。こっちだ。おいしょ。どうだよ。へえ、はい、だい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 。おいらの番組、まだまだあった。いける？おう、引っ込んで。なんだと？任せて。よし。だどんだけ言おうがやるだけだ。来たのに。はあ。どんなもんよ。まだまだ。こっちだ。どうだ。そこだ。こっちだ。おっしゃ。おお。よし、行くぞ。よし。やだ。さっく。はい。さっ。よし。いける。おっしゃ。やだ。見てて、また。やだ。はい、する。こんなやる。だあ。こんなやる。ラスボス。
どうすんねん、こんなんは。どう？バカの来る。はいだー。よし。カタストロフィー。これぞアバランチよ。死の宣告やりやがった。うぜこれが星の力だ。怨念は未だ消えずか。
ナナキよ、強くなったの。まあね、戦士の試験はこれで合格。ほうほうほう、わし一人じゃ決められんの。え、あの戦士の意見も聞こうではないか。ねえ、瀬戸さん、戦士は一人この地で戦い谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって、あれが瀬戸、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は、母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったとも。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。オイラが小さくて弱かったから。ほうほうほう、あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウトたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見ても聞いても、あれなんで来てなんか知ってるような気がしての。偉大な知見が含まれているかもしれん可能性を、わしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、ナナキよ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り、耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。ナナキを頼む。ああ、わかった。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。そうなんのか。できるな、ナナキ。もちろん。だって。オイラはコスモキャニオンのナナキ、戦士セトの息子だ。な、泣いとる。
戦士の子よ。我が名はギ・ナタタク。勇猛にして果敢な戦士セトよ。そなたの一族に再び我らの願いを託したい。さすがセト、寛大な心に感謝する。アバター戦士ナナキ、そしてセトラの民、共に来てくれ。じっちゃん。ほうほうほう、面白いことになってきたの。報酬は2000だな。セフィロス。ただでいい。行くぞ。ただでいい。レッド。食らってんな。状況が分かんないんだけど、これ何？私マテリアハンターなんだよね。兵隊のために戦ってるんだよね。そうなんだよね。ちょっと黙ってくれません？てか普通怖がる状況とちゃいます？だってなんか礼儀正しいじゃん、あの貴族。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。いっちゃん怖い。ああ、マコール。我らの住処へ案内した。さあ、お乗りください。行ったらなんかいいことある？すんごいマテリアくれるとか。奇遇ですな。我々もマテリアを求めているのです。お前また酔うぞ。よっ、どっちょっと行ってくるよ父さん。じっちゃん、船の揺れに体を合わせるといいよ。泣きようなことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。聞かれちゃまずいのか。星が知ると、それはほどなくセトラの耳に入るのですよ。セトラは少々寛容の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なななな、あなたが継承したのは血だけのようだ。血だけ。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。
そうなの？セトラの日々は過酷です。知らない方が長く生きられるでしょう。そうなの？あ、ザックス編でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、白いフィーロー、異世界転生気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して。これだな。すっげえ痛かったわ死んでますけど。もう、それるの？うん、確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたのなんの。わけがわからないよなあれで死んでたはずだ。生き延びてみたらこんな世界だし、それに、なんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を？つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。ちょっと付き合ってくれ。いいけど、何？歩きながら話すわ。歩きながら。クリスコアの向こう側だ。なあ、クラウドの様子は？重度の魔法中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあ、あちこち当たってみるよ。そっか元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔法中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか？自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。へえ。そうだ、ザックス、あんたも何でもやったらどうだ？何でもや。こんな時結構需要あるぜ。いろいろなことが考えとくわ。考えと。ねえ、聞いた？ひょっとして。見ろよ、これ。何何？七番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集、希望者は野外集会所で待て。うわ、大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なのさバカ野郎。おい、まさか行くつもり？あもう、ああ、
クライシスって書いてあるんだよ。書いてなかったわ。亀裂がもっとよく見えんのかな。あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか。あるかな。うん、めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いやもうほんといろいろ。俺も目覚めてからずっと考えてる。いろいろよ。おかげで毎日自己批判だよ。神羅がどうにかしてくれるさ。アンジール。なあビッグス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。もう誰かもうやってんの何でも屋。クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か。クラウドとはいつ知り合ったんだ。え、俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。あ、俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと。俺に聞くなよ。お腹の中にいるこの子はどうなるのかな。わからない。こんなに幸せなものだったね。思い出にお一つどうですか。綺麗に撮ってます。幸せになること間違いなし。俺はさ、お一人様お一つまでね。空の裂け目、2番目か3番目が好きなんだ。大きくなってる。居心地が良くてさ、みんなでキャンプにでも。やるかやらないかを決めるより、どうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか、話はそこに戻る。必要なんだろ、あんたのその性分が。誰が求めてるんだ。そりゃテアリスと一緒にいた兄ちゃん。風を吹かせたやつ。あの風誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。これからは好き勝手にやろうぜ。まずは金だ。強盗でもするか。そろそろだ。用心してくれ。おう。強盗。コアラルードと戦ったとこよ。誰もいない。誰もいない。気持ちいいくらいな。ま、シンナもいなくてラッキーっとは。誰だ。ふんねんだよ。あれ応募者。はあ、そんなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃねー、私行くから。キリエ。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。マリ。ビッグス、なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した。なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと。なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。
うちだってよ。うち。ゴンガがバイクある。おかえりなさい。おかえりなさい。ビッグスいたぞ。元気だった。本当？今度来るって。やったー。父ちゃんやティファのこと知ってた？あ、ごめん、その話はしなかった。もう、うん、ザックス、2階の様子を見てきておくれ。おう、必ず会えるよ。みんな同じ場所を目指しているんだから。いつ？そんなに先じゃないと思うよ。ただいま。風、エアリスだろ。もしもし。No。 到着です。義足の里。うえ、はい、ちょう負けるかな。やめとけよ、もう。ん？ん？あ！ああ、帰りやがった、お前。ようこそ、義足の里。怖っ。出ないなったなぁ。そこは異界に繋がってるのか。お、武器。あ、なんだ、エアリスの武器。自販機じゃないやつ。にゃどこにしときましたかね。ちょうどいいし。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。